Hmm. Welcome to Home Ars Home Day Valley. アルセエレクトロニカホームデリバリーへようこそ。このプログラムは日本語でお届けします。 このプログラムは文化,文化庁によるキュレーターと海外保険プログラムについて派遣先であるアルスエレクトニカの理解を深めていただくセッションになります後半の部分ではアルスエレクトニカで実際に働くお二人日本人のお二人にもアルスで働くことの意義についてお話を聞いていく予定です YouTube などのコメントにご質問など書いていただければお時間の許す範囲でお答えしていきたいと思います まず私の方から簡単にご説明させていただきたいと思います文化庁主催によるキュレーター等海外派遣プログラムのオープンコールが昨日2020年12月14日から始まりましたオーストリア・リンツ市にあるアルス・レクトロニカに6か月滞在してアルス・レクトロニカビジョン哲学実践を学べる実,実,実践研修プログラムになります えー、こちらのホームページの方から募集要項のよことについては詳しくご覧いただいて、えー、応募期限が2021年1月8日。 になっていますアルスエレクトロニカ採用された方のアルスエレクトロニカ滞在期間が2021年5月から10月の6ヶ月でその中にですねアルスエレクトロニカフェスティバルが2021年9月8日から12日の5日間になりますのでまさにこのフェスティバルを体験いただくえっ、ー、とプログラムになると言えると思いますまずあのアルスエレクトロニカについて私の方から簡単にご紹介させていただきたいと思いますアアルスエレクトトニカオーストリアリンツ という街にあるんですけれどもあのリンツの街の写真が広がっていますけれども、えー、とヨーロッパにある人口20万人の典型的な中規模の都市になります2014年にはユネスコのクリエイティブシティ、えー、とメディアアートにおけるクリエイティブシティのネットワークに認定されているメディアアートの街ともいえるんですけれどもそのドライビングフォースになっているのがアルスエレクトロニカになります アルセレクトニカ1979年から始まる団体で実際にはです、ね、あのリンツ市の100%子会社に出資されている子会社に当たるんですけれどもこちらリンツ市の実際のグループ会社の組織図ですがアルセレクトニカあちらにあります。 例えば、この右側にあるあこちら側にあるものが、えー、とリンツアゲーが鉄道ですとか水道というところになっているんですけれども、まさにその文化の担う、えー、インフラ、文化インフラとしての、えー、と位置づけをアルセレクトロニカ持っています、なので、この市民の皆さんに文化を、そして未来を提供していくことがミッションというふうになっています。 アルセレクトロニカさまざまな部門があるんですけれどもその中でもこの最初にできた4つが一つのえとアルセレクトロニカの4つの四本柱になっていますでこの4つの部門をこの6ヶ月の間にいろいろ体験していただくというプログラムになっていますアルセレクトロニカセンター今まさに今私たちがいるここがアルセレクトロニカセンターディープスペースからお届けしていますけれどもそれからプリアルセレクトロニカ アルス・エレクトロニカ・センターなんですけれども1996年に一番最初は未来の美術館としてそして今は未来の学校というふうなサブタイトルをついているんですけれどもこのリンツにオープンしました。 今実際にアンダースタンディング AI ですとかグローバルシフトといった今まさに私たちが知るべき内容もしくはシェアするべき考えるべきトピックをアートを触媒にしながらさまざまな形で本当に人々が興味を持つ形で展覧会やワークショップといった形で提供しています。 キッズリサーチラボラリティーなのか子どもたちもターゲットにしてるんですけれども老若男女が集う場所として、えー、と機能しています、えー、残念ながら COVID-19 の影響で今もうアルセレクトニカセンターロックダウン中で閉鎖しているんですけれどもその時からですねアルセレクトニカホームデリバリーという形で今まさにこうやって配信していることもそうなんですけれどもアルセレクトニカがでは皆さんのところに行きます という名目でセンターの様子を皆さんにお届けしたりっていうところプログラムも始まっています2つ目にプリ・アルセレクトロニカは1987年から続くメディアアートのコンペティションです私が統括する部門でもあるんですけれどもこの毎年3000を超える応募が集まり世界中から集まり 受賞,者受,賞者受賞者の方々はアルスレクトニカフェスティバルの中で授、えー、賞式ですとか展覧会またトークといったイベントに参加していただくことになります。 で今、こちらで見ていただいているのが2019年のジュリーミーティングの様子なんですけれども皆さんがいらっしゃる、えー、2021年の5月はまさにこのジュリーミーティング終わりたての状況なので、えー、と実際に今年のジュリーたちがどういうことを話し合って何を大事にどういった作品がまた選ばれていったのかというあたりですとかまた、えー、実際にアルセレクトニカの,そのジュリーミーティングプリアルセレクトニカのジュリーミーティングがどういったプロセスで行われているかということ 共有していきたいなと思っていますで、3つ目にアルスエレクトロニカフューチャーラボです1996年からアルスエレクトロニカセンター設立の時と同時に作られた未来を発明するラボアトリエと言えます 今ご覧いただいているあ,のあちらの写真が実際のアルスエレクトニカフューチャーラボの内部の様子ですけれどもえ実際にフェスティバルの期間中ではフューチャーラボの内部をツアーしてみたりフューチャーラボ自身もフェスティバルでその新しい最新のリサーチを展示したりえまた新しい人々のためのブレインストーミングツールやアーティストとコラボレーションしたえとそうですね 探求また探求型のテクノロジーも駆使した形での新しい、えー、とアーティスティックな探求というプロジェクトまた、えー、インダストリーつまり企業の皆さんともコラボレーションをしながらさまざまな取り組みを続けています他、えー、在中にはそのフューチャーラボの皆さんとも話をしながらそういったフューチャーラボの推移も感じていただきたいと思っていますそして、えー、皆さんがおそらく 最も時間を使うのがこのアルセレクトロニカフェスティバル。え1979年から続くアートテクノロジー社会を哲学としたフェスティバルです。これは2015年の時の様子なんですけれども、そうですねもう世界中からエキスパートアーティスト さまざまな方、そしてまたアル,アルスエレクトロニカ周辺、もしくはリンツの市民の方々も訪れるフェスティバルになっています。2020年は COVID-19 の影響でですねオンラインの様子も盛り込んだハイブリッドなフェスティバルになりました。世界120個か国のパートナーたちと160実際には数的に160のパートナーたちと一緒に作っていくオンライン。 のフェスティバルを展開4つのチャンネルライブチャンネルを5日間配信し同時にまたリンツでもフィジカルにフェスティバルを行いましたでこのリンツの実際のフィジカルなフェスティバルの様子ですけれどもこのようにですね何らかしらのプロジェクトを皆さんと一緒にこう作っていきこのフェスティバルを一緒に作っていくという体験をやっていただきたいと思っています えー、書き足わですけれども、アルスエレクトロニカのこの4つの部分について、ざっくりご紹介させていただきました。えー、ここからは、ですね、えー、と実際に、えー、とアルスエレクトロニカフューチャーラボで働くお二人、えー、久能京子さんと清水陽子さんにちょっとおいでいただいて、実際にアルスエレクトロニカに、あちょっとこちらにお願いします、アルスエレクトロニカで働くことについてあなど、いろいろちょっと伺っていきたいと思います。 えと最初の質問としてはですね、まあ、アルスエレクトロニカで学ぶとは、まあ、皆さん働いていらっしゃるんですけれども実際にアルスエレクトロニカで働くことの意義ですとかもしくは魅力アルスの魅力ってどういうことだと思われるのか、えー、とまた実際どういうことをあ学んでるなっていうふうに思われるかもしくは学びたいなと思われてるかっていうことなんかを、えー、と聞かせていただきたいと思います。まずはじゃあ京子さんかから伺ってもいいですか はい、えー、っと,学ん、えー、っと私はアルスエレクトロニカのフューチャーラボで働き始めて3年ちょっと経つような感じなんですけれどもまあ学ぶことばかりでっていうのが正直なところでで特に、えーっとまあ、フューチャーラボに所属しているんですがフェスティバルの時期はフェスティバルの,あの部門の。 皆さんとお仕事することもありますし、センターでこういった形で、えー、っと、センターの皆さんとお仕事することもあるんですね。で、その中でいかにそれぞれの別の部署でやっていることをつなげながら、あの自分の仕事を実現していくかっていうところで、すごく学ぶことが多いと思います。はい、ありがとうございます。あのアルスの魅力っていうところはどうですか。 アルスの魅力はです、ね、あの先ほど恵美子さんの方から紹介されているようにまずそれぞれ違う部門があのアルスエレクトロニカという大きなその枠組みの中に存在していてそこを行き来しながらやはりあのその中にいろんな生態系が含まれてるっていうことが一つ大きいと思うんですね。あの研研究究所だったら研究所研究だだだっったたららけけととか美美術術館館いうことが あの日本の文化機関でも多いと思うんですけれども、そこをこうい交差しながら活動できるっていうところは非常に大きいと思います。ありがとうございます。あの陽子さんにまだえっと同じ質問を伺いたいんですけれどもいかがでしょうか。はい、やっぱりアベスレクソトロニカで学べることっていうのはあの京子さんもおっしゃったように本当に多様な部門が一つのチームとしてあの機能しているところじゃないかなと思います。例えば 恵美子さんがリードされているあのアワード部門があると思うんですけれども世界中の最先端の,あのリサーチャーやアーティストがどういうことに取り組んでいるかっていうそのでどういう方が受賞されているのかでジュリーのメンバーの方々も本当に素晴らしい方々ですしその受賞されたアート作品からたくさんのインスピレーションを常にもらえるのかなと思っていてでさらにインスパイアされた内容を例えばあのインダストリーのクライアント企業 企業の皆さんとかあるいはフューチャーラボのメンバーとかで一緒にそこからアイデアをどんどんさらに膨らませて新しいテクノロジーとかプロトタイプを実際に生み出して開発していくでさらにそれをじゃあ世の中に実装していく例えばアルスセンター未来のミュージアムだと思うんですけどミュージアムでそれを展開したり教育プログラムやこういうホームデリバリーのチャンネルでお話しさせていただいたり。 さらにあのフェスティバルが多分一番の,あの1年の中の盛り上がるタイミングだと思うんですけどフェスティバルで世界中の方々にそれを見ていただく体験していただくでそこでたくさんフィードバックがもらえるでフィードバックをいただいたら今度それがまた研究に生かせるっていうような本当に素晴らしいループができていてさらに先ほどのフェスティバルの内容でもあったように。 世界120キャテン拠点今年つながったと思うんですけどあのクリエイティブなコミュニティの層が本当にそしてネットワークが広くて層も厚くてそういう人たちに囲まれて一緒にお仕事ができるコラボレーションができるっていうのは本当にアルスの最大の魅力なんじゃないかなと思います。 ありがとうございます。えっと、まさにあの京子さんも洋子さんも言っていただいたようにその今ご紹介した4つの部門っていうところが本当にこうエコシステムっていうふうに私も今あのスライドの中で紹介させていただきましたけれどもそれぞれが全部がつながり合ってるというかインスピレーションを受け合ってえっと。 えー、その文化団体としての力を発揮している数世界でも数少ない団体なんじゃないかなというふうに私も思っています。でそうですね、えっと、学ぶっていう時点では、えっと、どうですか陽子さんから見てアルスで学ぶ,学ぶっていうところっていう意味ではどういうところがどういう力が学べると思,思いますか やっぱりそのチームの一員となることでアルス自体が本当に多様なバックグラウンドと国籍の人たちが集まっていて科学的なバックグラウンドテクノロジーデザインアートで国籍もみんな違うところから来ていてでそういう人たちと一緒に何かを作るっていうのは様々な挑戦とかチャレンジがあると思うんですけれどもそれを一緒にみんなで乗り越えていくとかさらに それをどうやってあの社,会社会に対してあの一緒に何かを問いかけたり、えー、と実装していくっていうことが結構重要な部分となっているので。その一緒に多様な メンバーと活動できるだけじゃなくてそこからみんなから学ぶことも多いんですけれどもそれだけじゃなくて社会に対してそれをどうやって提供していくのか出していくのか社会みんなでどういうふうに考えていくのかっていうことに注力することによって自分一人のアーティストやリサーチャーの。 えと幅を超えたあの大きな発想や活動につながってその経験から学べることっていうのは本当にかけがえのないものがたくさんあるんじゃないかなと思います。 もう、まさに、もう、私もうなずくしかないですけど、本当に私自身も働いていて、一番刺激を受ける。かつ、あの、このアルセレクトロニカシンキングと言われるような、アルセレクトロニカで一番。ま影響を受けたところ、その社会っていう部分かなっていうふうにも思います。あの、社会の皆さんに還元していくっていうことが、まこの会社のミッションでもあるっていうふうに。も申し上げたと思うんですけれども、常にそれを意識しながら、もしくはアーティストからのインスピレーション、またそれを。 どうやってまた社会に還元していけるのかっていうところの意識がまあ根底にあるのかなというふうにも思ってますしこういったえと視点というところもすごく今後まあ人人間として大切になってくるのかなというふうに思ってます。でそうですねあの次の質問にちょっと行きたいんですけれどもよ子さんは今年の1月にリンツにいらしてもうすぐ1年。 初と思うんですけれども恭、うん、子さんはもう3年いらしてだいぶ慣れてきてるとは思うんですけれども、えー、とお二人まあ最初は東京を拠点にしてらしてその後この人口20万人のリンツっていう場所に来たわけなんですけどリンツの生活についてはどういった印象をお持ちですかあの困った点いい点魅力と思う点双方もちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども恭 <laughs> <laughs> 子さんはまずどうですか そうですねあの、まず最初の印象はアルセフ・エレクトロニカ・フェスティバルとか以前いろいろコラボレーションをさせていただいた時から街が本当にきれいだなっていうのは思っていて街並みが本当にあのまさにオーストリアの歴史を感じさせるような。 素敵な街並みだけじゃなくてアルスセンターがドナウ川沿いにあるんですけれどもその職場からドナウ川が見えてそれが本当に美しいなっていうのと <laughs> あと街がすごく平和で穏やかであのコンパクトなのでいろんなものにあのすごく気軽にアクセスしやすいなっていうのがあります。 あとは、まあ、今グローバルでネットワークオンラインとかでみんなとつながれるのでここにそういう場所にいながらあの世界中の,あの、まあ、個人であろうとあの会社の仕事であろうといろんなプロジェクトにはあの引き続きずっと参画できるのですごくあの集中しやすいなっていう部分があります。不便なとところ例えば東京とかだったら あありととらゆるあのマテリアルとかを、まあ、東京都内でいっぱい見つけやすいと思うんですけども世界中からいろんなものがあるから、うん、こちらで活動すると、まあ、専門的な場所から、まあ、取り寄せたりとかいろいろするのでそれを受け取らなきゃいけないとか、まあ、ちょっとそういう部分はあるんですけれども結構ヨーロッパならではの,あのいろんなマテリアルとか業者さんとかメソッドとかもあるなと思って東京都内で。 でやってた活動と似た活その延長で今活動しようとした時にむしろあの日本では得られないようなヨーロッパならではの,その素材とかパーツとかいろんなツールとかも得られるようになったのでむしろ幅はすすすごごいいい広ががったのかなとと思いままありがとうございます、ま、のそういった、ま、グローバルな今だからこそ便利な面。 とまたあのおっしゃってたようにそのリンズが大体こう歩いて回れる都市なのでそういった意味での便利な面ただあの細かいパーツをこうやって集めたいという時にはやっぱりその大都市の <laughs> 収集力にはかなわないなという点もあるかと思いますけれども <laughs> 京子さんはどうですかあのリンズで、えー、いいと思っている点文化としてコンパクトシティの良さの点またあの例えば 日曜日に店がやっていないっていった不便な点とか <laughs> そうですね今大体洋子さんがおっしゃってたようなことっていうのは皆さんあの来られる方は経験すると思うんですねでそれに加えて言うと確かに日本の特に東京みたいな大都市から来た時にはそのものがすぐいろんなバリエーションで手に入りにくいとかお店があの 結構早めに閉まってしまう日曜日とかあの閉まっちゃうとかそういったことはあるんですけれども逆に言うとあのいかに自分がその情報を刀な環境にいたのかっていうことをリンツに来ると知るようなところもあるんですよで東京に住んでても例えば何か集中してものを考えたい 時に少し郊外に行ってそこで、えー、と自分の集中するための時間を取るっていうことをされる方もいると思うんですけれどもそういったことが日常生活の中ででできるっていうことでもあるというもあ思うんですねで普段の生活には別に困るわけではないのでだからその中で自分が考えたいテーマとか考えたいことを集中してこの例えば6ヶ月間 ならば6か月間っていう中で考えながらいろんな取り組みに参加するには非常に何というかいい環境なのではないだろうかとそうですねあの私も、まあ、リンツの人たちとか同僚たちを見ていてもあのすごくオンとオフがちゃんとはっきりしているというかこうずっと働いているっていうよりは。 あのその仕事をきっちりそれの中でいかに終わらせて、えー、その後をフリータイムをちゃんと楽しめるかあの夏,にな夏の時期になるとあのドナウ川のエリアがあの夏の時間日が長いので。 すごくのんびりしている人がたくさん見られるし、まあ、日曜日に散歩している人というのも多く見られるんですけれどもそういった自分の時間の使い方自分で時間をコントロールする使い方がリンツの方ができやすいのかなというふうにはちょっと思っています。えーそうですね、そのリンツでののの生活ににやっぱり最後にも、えー、とこの えとプログラムの意義なんですけれども、えー、文化庁さんとの共同で次世代文化ププロロデューサーサを育成するプロジェクトっています、まあ、次世代って言っているのはあの今あるそのキュレーターとして、えー、美術のエリアだけをキュレーションしていくとかだけではなく次世代ってあえてつ,つけてる理由っていうのはあのいろんなその例えばその文化は文化っていったそのできてるセクション だけでなくそこを超えて新しい価値を作っていけるですとかそういった新しい枠組みを作れるプロデューサー的視点を持った人材がこれから必要なんではないかそういうところがあるすでこそ学べるのではないかというところで出発したところなんですけれどもこの、えーとまあ、像というか、まあ、お二人が実際にも,もともとアーティストとして活動されながら、えー、また同時に プロデューサー的立場の仕事もしながらそしてアルスにやってきてさらにそういったプロジェクトマネジメントですとかまたリサーチですとかいろんな面を持ちながら働いてらっしゃるわけなんですけれどもこの文化プロデューサーっていうものについてこうどういうところを思うかどうしてそれが必要なのか今どうしてそういう 人が必要なののかかとといいうところの思いとかどう思われるか、まあ、ご自身たちが、まあ、あの皆さんの先輩にあたるわけなんですけれどもそう,そうですねそうどういうところどういう像を皆さんが思うのかもしくはどうしてそれが必要なのかっていうあたりを、えー、とまずはじゃあ恭子さんから聞いてもいいでしょうか。そうですねあの多分 実際にそのキュレーションにしてもアーティスト活動にしてもあのプロデューサー的な活動にしても文化的な活動に関わっている方たちがあの今思う疑問というのはどうやってこれをちゃんとそのサステイナブルに続けていけるかっていうことが一つあると思うんですねでその時に単にやっぱりキュレーションのアイディアが いいいっていうだけでは済まなくてじゃあそれを実現するために多分以前よりももっと難しくなっているところもあると思うんですけれどもどうやったらこの今の時代にこの自分の考えたいいアイディアを広げていけるのかあるいはちゃんとそのビジネス的にも、えっとまあ、成り立つように作っていけるのかあるいは他の人たちと大きな枠組みで一緒にその 作り上げていけるか大勢の分野を超えた人たちとコラボレーションしていけるかって言ったときにやはりどうしてもこの文化的プロデューサー次世代型のその視点っていうのが必要になってくるのではないかと思いますで、その意味で言うとアルセエレクトロニカは先ほどからいろいろ紹介があるように様々な視点を持った部署が集まってエコサイクルを作ってるところなのですごく それを学ぶのにいい場所だと思いますけれども、ありがとうございます。洋子さんはどうですか。この文化あの次世代文化プロデューサーと呼んでいる人たちのえっ、ー、とそうですねこれから必要になっていく理由もしくは日本にとってどう必要になっていくのかっていうあたりはどうでしょうか。 はい、やっぱりこれからの時代の人材の方々っていうのはそれは例え文化プロデューサーだろうとアーティストだろうとサイエンティストであろうと本当に分野を科学とか芸術とかデザインやテクノロジーの分野を超えた 本当にマルチディスプリナリーっていうのをよくアルスでも言うんですけれども専門分野を超えた、えっと、コラボレーション発想力真にクリエイティブな発想によって世の中を変えていくあるいは貢献していくっていう部分がアートシンキングの根底にあると思うんですけれどもそういう考え方やコラボレーションができてそれをプロデューサーあるいはプロジェクトマネージャーとしてリードできる。 ことが必要であるそのためにはあの、まあ、いろいろ人間性とかコミュニケーション力とかいろんなことはもちろん常に磨いていかなきゃいけないとは思うんですけれどもそれは自分も。 常に思っていていそれだけではなくてあの本当に重要だと思うのは京子さんもおっしゃったように何かコンセプトをある企業自治体あのイベント展覧会のために考えるんですけれどもそのビジョン未来のビジョンを描くのも非常に重要なんだけれどもさらにそれをいかに実装していって実現していって社会に実装していって。 きちんと経済的に成り立つかその新しいエコノミーを作るとか新しいマーケットを作るでそれを経済的に成立させることが結構難しい部分もあると思,ってと思うんですね。でそれで結構困難な状況に陥るあのあの他の例もあると思うのでそ,それをきちんとプロデューサーとしてプロデュースして保って。 なおかつそこに呼んでくる研究者とかアーティストとかあの企業さんとかもあると思うんですけども彼らの最大の強みとか魅力とか彼らの言ってることとかプロジェクトの内容を本当に心から理解して応援してそれを最大化していかに最大最大限に 社会ににに伝わるるようにするにはどうしたらいいかっていうのを相手の立場で相手の言葉を理解しながら思いや言葉を理解しながら伝えてあげる。なおかつそういうい 人たちにチャンスを与える経済的にもそうですしその社会に見せるっていう場を作るっていうこともそうだと思うんですけどその両方の機会を与えることができる提供することができるっていうのは非常に重要な役割なんじゃないかなと思います。それががなないいとややっぱり本当ににどんなに素晴らしいアーティストや研究者が えと国にたくさんいたとしてもそういうチャンスを創出するそういう経済力を創出するでそれを提供できるっていうプロデューサーみたいな人たちがたくさんいないと結局彼らの力を生かしきれないんじゃないかなと思うので次世代のプロデューサーの方そしてにはそういう。 力も必要だと思いますしあのきっとそういう人たちが日本にたくさんあのいることによって育成されることによって日本の文化だけじゃなくて社会全体それは科学とか教育も含めて社会全体が豊かになるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます、まあ、今回のの、えー、応募このプログラムでは 採択名1名なんですけれどもこれ毎年続けていこうとしているプロジェクトなのでそれによってどん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 そういった人材が、えー、と多くまたあの卒業生としてもあのまたその海外でも活躍されるかもしれないし日本でも活躍されるかもしれないしっていう人がまたどんどん増えていくことを、まあ、目的としているプロジェクトでもあります。そそうういいいっっっったたププロデューサーーサののの方ににやっぱりそのさんがおっしゃっていたようにそのアントレ,プレナー的視点といいますかその文化の そのできた枠の中でいいキュレーションをすることも,もちろんすごく大切なんですけれどもそれをどういうふうにこうエコシステムとしてあの社会もしくは人々に受け入れられる形で回していけるのかといったそういった本当にあの人の中の触媒になでる人っていうんですかねそういった力の人を巻き込める力っていうんですかねそういったところを やっぱりこれからの社会が必要とされているのではないかかつあるセレクトニカで学んでいけるのではないかというところがこの次世代文化プロデューサーという言葉に込めた思いなのかなというふうに改めてお話しいただいて思いました。 えー、ありがとうございます。えっ、ー、とお時間にもなってきているので、こ,これにてえっ、ー、とこのセッションを終了したいと思います。ご視聴ありがとうございます。えー、また応募の方1月8日まで2021年の応募1月8日までになりますので、えー、フォームページの方からあをご覧になって、えー、応募いただきたいと思います。 ご視聴ありがとうございました。